俺は遠山東也、28歳、独身。この年で独身だと無性に人恋しくなる時がある。そんな寂しさをごまかすため俺は居酒屋に来ていた。はあ、はあ。お？隣のカウンター席に座った女性、どうやら彼女も一人らしい。はあ、すごい美人だ。なのは一応言っておくと、俺はもともとナンパとかそういうのに慣れている類の人間ではない。ただ今回は彼女から自分と似た匂いを感じたとか、酒を飲んで気持ちが大きくなっていたとか、彼女の見た目がとにかく俺のドストライクだったとか、いろいろと条件が重なり、俺は気づけば彼女に声をかけていた。お一人ですか？俺も実は一人で、よかったら一緒に。結構です。ナンパならよそでやってください。激鎮、世の中そううまくはいかないのである。ああ、昨日は失敗したな。まったく、慣れないことはするもんじゃない。でもやっぱ美人だったな。いや、たったあの一瞬会っただけじゃないか。何をそんな思いを馳せることがあるね。仕事終わり、こうしてぼーっと子供たちの楽しそうな姿を眺めていると少し気が落ち着く。はたから見るとずいぶん危ないおじさんだな俺。あの子は一人なのかな。なんかつまんなさそう。帰らないあたり家に誰もいないとか。ほら投げるよ。久々にボールなんか触って微妙にテンション上がってしまった。俺もまだまだ子供。ほう。やっと仕事終わった。ナミ家でおとなしくしてるかしら、それともまた一人で公園に。おじいさん、ちゃんと取ってよ。君が変なところに投げるからだろ。あと俺はおじさんじゃない。よし、じゃあ次はカーブを。何してるんですか？えあ、ママ遅い。ごめんねナミ、なかなか仕事終わらなくて。でこの人は誰なの？おじさんだよ、遊んでもらってたんだ。ふーん、あは。先日はどうも。やっぱり覚えてた。あれ、ママ知り合い？違うわよ。なんだ、残念。残念？うん、アジさんすごくいい人だからママの恋人にぴったり。ちょっと。ふーん、そう。そりゃ警戒するよな。昨日飲み屋でナンパした男が自分の娘と知らない男が勝手に遊んでるんだ。ナミと遊んでくれてたんですね。まあそんな感じです。どういう経緯でそうなったか分かりませんが、一応お礼は言っておきます。ありがとうございました。ねえママ、私もう少し遊んでいきたい。ダメよ、もう遅いんだから。うん、さ、帰るわよ。この後夕飯作るからね。はーい。まさか偶然遊んだ子供の母が昨日の女性だったなんて。アジさん、また遊んでね。こら、ナミ。あははは。気持ちは嬉しいけど、さすがにそういうわけにはいかない。で、ママの恋人にぴったり。ああ言ってたってことは、旦那さんはいないってことか？で、何考えてんだ俺は。だからといって、俺に可能性があるわけじゃなかろうに。翌日。あれ、あそこにいるのって。危ない！え？あ、あ、
危なかった。ありがとう。買い直しますか。はい、ありがとうございます。いえいえ、これくらい。優しい方なんですね。少し誤解してました。はは、真鍋真美、ここ最近仕事の疲れが溜まってぼーっとしてしまっていたらしい。5年前に旦那と別れて以来、ずっと女で一人で戦ってきたそうな。立派ですね。立派じゃないですよ。そのせいで奈美には寂しい思いをさせてばかり。だから、おじさんじゃないってば。なんて呼べばいいの？名前は？俺の名前はね、遠山遠野って言って。じゃあ、父さんだ。それはちょっとまずい。え？なんで？ちょっと、マミさんも何笑ってるんですか？父さん？どうしました？マミさん？ねえ、父さんも一緒に夕飯食べようよ。ありがたいけど遠慮しとくよ。あら、どうせ飲み屋で寂しく飲むくらいなら食べていけばいいじゃないですか。それとも私たちと食べるのは嫌です？そんなことはないです。でも、そのいいんですか？はい、お礼も兼ねて。それに、やったー、父さんとご飯だ。だから、父さんって呼び方やめてって。あのナミが、こんなに懐くなんてめったにないことだから。あ、父さん、遊ぼう。はいはい、今日は何する？鬼ごっこ。おいおい、圧勝しちゃうぞ、俺。それからというもの、仕事終わりに公園によっては、マミさんの仕事が終わるまでナミちゃんと遊ぶようになった。なんでそんな死にそうになってるんですか？子供の持つ無限の体力を侮っていた。もう一回、まだ波勝ててない。勝つまでやる。どっかで手を抜いて負ければよかったじゃないですか。それは嫌です。え？よし、かかってこい。次は波ちゃんが鬼だ。自分が子供みたい。二人に出会ってからは、あの虚しくて寂しかった日々が嘘みたいに毎日が楽しかった。そういえば、トウヤさんってなんでいつも公園にいるんですか？え？別に約束してるわけでもないのに、律儀に毎日来てますし。それはやっぱりナミちゃんと遊ぶの楽しいですし。本当は私に会いたいからじゃないんですか？冗談です。ははナンパした身からすると冗談じゃ済まないんだよな。ねえママ、ママも遊ぼうよ。ダメ、あんまり動ける格好でもないし。わざわざ着替えなきゃいいのに。着替え？ママったら、出かけるときはズボンだったのに、お迎え来るときわざわざスカートに履き替えてるんだよ。前までそんなことなかったのに。父さんが来てからママちょっと変。昨日もなんか鼻歌歌いながら服選んで。何？余計なことは言わないの。へえ。ちょっと変な誤解しないでくださいね。ママ、いつもよりご機嫌だね。どうしたの？え？ああ、今日はその、私も休みだから。そっか、じゃあ公園で一緒に父さんと遊べるね。最近ママいつも楽しそうな顔してて嬉しい。そう、私も準備してこようっと。楽しそうな顔してるんだ、私。バカみたい。5年前のあの日に恋愛なんて捨てたはずなのに。この子だけを守って生きていこうって決めたはずなのに。そう、恋愛なんて厄介なだけ。あの人だって
今はナミに対して優しくしてくれてるけど、もしかしたら…え、お出かけですか？はい、よかったらその…どうですか？遠慮しておきます。私と恋仲になれば、いつかナミを邪魔に思う時が来るかもしれない。だから私は…まあ、仕事忙しいですか？そんな感じです。あ、じゃあ、ナミちゃんをお借りしちゃまずいですかね。父さん、どうだった？あー、マミさんはいけないかもって。あの実は、ナミちゃんが動物園行きたいってずっと言ってたんですよ。だから、連れてってあげたいなって。でも父さんが一緒に行けるならいいよ。だ、そうなんですけど、どうですか？この人は…大丈夫、私も行けますよ。もしかしたら、本当に…おお、ライオン！でかいな。でも寝てる？起きないな。父さん、起こしてきて。君は俺に餌になれと？おいおい、もう少し見てたら起きるかもしれないぞ。待てないもん。本当に子供が好きなんだな。すみません、重くないですか？いやいや、全然平気ですよ。こんなの重いうちに入りません。本当によく寝てる。あなたのことが好きなんですね。こうして一緒に歩いていると本当に美人だな。あの日振られた時は、まさかこうして一緒に歩く日が来るとは思わなかった。あの、トウヤさんはどうしてここまでナミに優しくしてくれるんですか？それはもちろん、ナミちゃんのことが好きだからですよ。好きなのはナミだけですか？冗談です。からかわないでくださいよ。まったく、ナンパしてきたくせに、この程度の返しであたふたしないでください。冗談です、ごめんなさい。でも不思議だったんで、なんであの時たまたま会っただけのナミをここまで好いてくれるのか。憧れだったんで。俺も実はバツイチなんです。昔、俺にも妻がいた。だが3年前に破局。原因は俺。どうやら俺は生まれつき子供を作ることができない体質らしい。手術も考えたが、結局妻との関係はそれをきっかけに修復不可能になった。昔から子供のいる家庭が憧れだった。でもそれはもう叶わない。だから今ちょっと嬉しいんです。こうしてマミさんとナミちゃん二人の幸せを少し分けてもらっているみたいで。二人じゃないです。今幸せなのはトウヤさんがいるからです。マミさん、私たちの幸せを分けてもらうなんて、そんな寂しいこと言わないで。三人で幸せになるんじゃダメですか？私、トウヤさんのこと好きです。重かったら振ってください。私、本気であなたが好きだから。マミさん、振るわけないじゃないですか。だってこんなの思いうちに入りませんよ。ねえねえ父さん、あれ買って。しょうがないな、一つだけだぞ。もう、父さんは甘やかしすぎです。あれ、どうしました？いや、パパって呼ばれたいなーって。いいじゃないですか、父さんでも。父さんなのか父さんなのかで、雲泥の違いがある。ひょとんとするな。父さんは父さんでパパだけど、やっぱり父さんなんだよ。ややこしい、どっちだ、どっちなんだ。どっちでもいいじゃないですか。トールトーさん、ダブルできた。